藤原の広次に召喚の詔勅を出す。来ますかね。来なかった時はそれ相応の処分を下すしかないだろう。この戦、王の東人がもらった。お主らは何も分かっていない。私は何もこの国を滅ぼそうとしているわけではないのだ。日々の真備と玄宝を取り除くことこそこの国がいい方向に進む唯一の手段であると申しているのだ。自分の不甲斐なさに絶望する。父上に後を託されたというのに、政治の実権は立花のもろえに奪われ、吉備の真備や玄宝にも未だに大きな顔をされている。それに藤原氏でありながら玄宝に入れ込んでいる都様を止めることもできない。極めつけは白仁と仲良くしていることだ。父上たちのやってきたことが全て無駄になる。このままあやつらを野放しにしておけば必ず藤原氏は滅びる。なんとかせねば。どこで誰が聞いているかもわからんというのに大きな声で。藤原の一族にしては頭が足りませんね。マキビよ、戦で勝つために一番大事なことは何だと思う？情報です。さすがだな。我々はいち早く情報を手に入れた。藤原の広次よりも先に手を打とう。そうですね。天然痘の流行によって壊滅的な被害となった日本を復興するために動いていたのは皇族出身の立花の諸江でした。諸江は藤原氏が軍事的な圧力をかけていた白仁との緊張緩和を行い、同時に軍事力の縮小政策を行いました。藤原の広次よ、そなたには太宰府に行ってもらう。それは一体どういう？白仁から来た者たちの対応を任せようと思ってのことだ。太宰府の長官を務めていた父を持つお主が適任であろう。そんな、ちょっと待ってください。よろしく頼みますよ広次殿。お待ちください聖武天皇。往生際が悪いですよ広次殿。そなたの仕業か？何のことでしょうか？とぼける気ですか？そんなに怖い顔をしないでくださいよ。都様に対する無礼な物言いは聖武天皇にお伝えしませんから、ご安心を。あれはそういうことではなく、どういうことですか？いえ、何でもございません。それでは私は失礼いたします。長旅に備えなくてはなりませんので。これで藤原も終わりだな。納得がいかぬ。聖武天皇は何を考えておられるのだ？藤原氏の尽力があったからこそ今の日本があるのではないか。立花の諸江だな。いや、裏で糸を引いているのは吉備の真備と玄宝に違いない。藤原の広次は地道に官僚の出世コースを歩んでいましたが、身内への誹謗中傷をしたことを理由に九州地方の軍事や外交、内政も担当していた太宰府に左遷されてしまいます。当然広次はこの人事に納得がいかず、740年に聖武天皇のもとに上奏文を送りました。今回の疫病騒動の元凶は唐から帰国した吉備の真備と玄宝にあると思われます。そのような者たちを重宝すべきではないと思います。このままでは神の怒りは静まりません。私は二人の更迭を求めます。広次殿からある書状が届きました。広次殿からですか？白仁と何か揉めたんですかね？いや、この文の内容は吉備の真備と玄宝を更迭せよというものだ。それは穏やかではない内容ですね。いかがなさいますか？これは明らかなる謀反です。やはりお主もそう思うか？はい。藤原の広次に召喚の詔勅を出す。来ますかね。来なかった時はそれ相応の処分を下すしかないだろう。よきお考えかと。兄上、朝廷から召喚の詔勅が出ました。そんなものに従うわけがないだろう。綱手よ、急に戦の支度を。本当にやるんですね？
藤原氏のためだ。承知いたしました。私を太宰府に左遷したことを後悔させてやる。広次は太宰府の兵と隼人を加えた一万数千人の兵力を率いて反乱を起こしました。兵を集めた広次は筑前の国恩賀軍に本営を築き、軍を3つに分け、豊前の国で朝廷軍を挟み撃ちにする作戦を立てました。申し上げます。藤原の広次、筑前の国にて約1万の兵を率いて挙兵したとのこと。挙兵？それはまことか？確かな情報筋です。困ったものよ。復興のため足並みを揃えなければいけないこんな時に。しかしよく1万もの兵が集まったものだな。律令体制に不満を持っている者が多いと聞いたことがあります。しかし広次の目的に賛同したわけではないでしょうから、負けることはないでしょう。総大将は大野東人。東海道、東山道、山陰道、山陽道、南海道の五道の軍1万7000を動員し、速やかに鎮圧するように伝えよ。承知いたしました。諸江様、一つご提案が。なんだ？朝廷にいる隼人の者24人を軍に組み込んでみたらどうでしょう。同じ隼人であれば敵も躊躇するでしょうし、土地勘がある者は一人でも多くいた方がいいですから。それはいい考えだ。急に手配をしよう。書状が届いてからわずか3週間後、朝廷軍は長門に到着し、都会の準備を始めました。申し上げます。広次軍が3つに分断し、挟み撃ちを企てているようです。承知した。情報は戦の生命線。馬飼殿、悪く思わんでくださいよ。この戦、王の東人がもらった。朝廷軍はまず精鋭部隊の40人を都会させて上陸地点を確保。翌日には隼人24人と4000人の兵を送り込み、広次側の拠点板櫃の陣を一気に制圧しました。申し上げます。朝廷軍、板櫃の陣を制圧。それを知った者たちが続々と朝廷軍に寝返っております。王の東人め、父上、いや、藤原氏へのご恩を忘れて反旗を翻すとは。本軍を前進させる。我に続け。王の東人はかつて藤原の馬会の軍の副将を務めていた人物でした。そんな二人の大将は板櫃川を挟んで睨み合う形となりました。これを板櫃川の戦いと呼びます。お久しぶりでございます、広次殿。大きくなられましたな。お主ら何も分かっていない。私は何もこの国を滅ぼそうとしているわけではないのだ。日々の真備と玄宝を取り除くことこそ、この国がいい方向に進む唯一の手段であると申しているのだ。藤原氏がいい方向に進むの、間違いではないですか？そんなことはない。ではなぜ朝廷からの召喚の招直を無視して挙兵なされたのですか？正々堂々申し開きをすればよかったのでは？もうここらが潮時ですよ、広次殿。亡き馬飼殿が悲しみます。認めない。こんな結果を私は認めない。愚かな男よ。皆の者、藤原の広次を必ず捕らえよ。広次は船での逃亡を試みましたが、強風により失敗し捕らえられてしまいます。無念である。740年、藤原の広次は処刑されてしまいます。王の東人よ、大義であった。ありがたきお言葉。ところで聖武天皇の姿が見えないのですが、どこに行かれました？少しお疲れのようでな。休んでいるのだ。ここ数年いろいろありましたからな。そうだな。聖武天皇の迅速な指揮の下で統率の取れた軍隊派遣ができたことは、
天皇中心の国づくりが完成されてきたことを示しています。しかしその聖武天皇は藤原弘次の乱の最中に関東へ行幸をしてしまいます。さて次回の百花繚乱歴史伝は第45代天皇聖武天皇にスポットを当てたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。